こんにちは。この前購入した南房総の山へ行ってきました。上空にはトンビが飛んでいて、時々その瞬間は撮れなかったんですけど、ハシボソガラスにモビングされていました。敷地内には前の人が作ってくれた小屋があります。小屋の中はこんな感じで、ストーブや囲炉裏もあってなかなか快適です。トイレがただなかったんですけど、別宅から発掘したポータブルトイレを持ち込みました。これを使ってコンポストトイレを作ろうかと思っております。敷地のすぐ近くには川が流れていて、川の音が聞こえます。ただ、日陰の方に行くと、ノイバラが結構たくさん茂ってます。今度、ノイバラのある場所に、ノイバラ注意の看板を作ろうかと思います。ノイバラは花が綺麗なんですけど、これ結構当たると痛いです。お、天狗ベニボタルが現れました。そして別の場所を見ると、キボシアシナガバチが何かを探るように地面の上を歩いています。おそらくキボシアシナガバチの女王だと思います。ひょっとしたら敷地内に営巣してくれるかもしれません。営巣してくれるのを待ってます。そして口木を動かしたら、クチキコオロギが出てきました。起こしちゃってごめんなさい。ということで、まだ3月なのにこんなにたくさんの生き物に出会いました。敷地全体を見ると結構いろんなものが転がってたりして、人によってはちょっとバッチく感じるかもしれませんけど、個人的にはこういうものを使って何か面白いことができないか考えると結構ワクワクします。ということで、南房総にで購入した山林からお伝えしました。ご視聴ありがとうございます。